します。2回大きく呼吸しましょう。吸って、はあ、吐きます。地面に体が溶けていくような感覚を味わって、もう一つ吸って、はあ、全身の筋肉を緩めていきます。さあ、そしたら鼻先で漢字の位置を描くように左右に首を振っていきます。右へ左へ。痛すぎる人はね、無理をしないで気持ちがいいなと思う範囲で続けてください。吸って吐いてリラックスリラックス。はー、背中がね、猫背になる理由の大きいことがストレートネックだったりします。携帯見すぎたりパソコンやりすぎたりするとね、頭が落ちてきて首が疲れていると背中も丸まってきちゃうので首を癒してあげましょう。はい、そしたら今度鼻先で数字の位置描くようにちょっと首のこう皮膚、後ろの皮膚を伸ばすぞみたいな感じですね。鼻を縦に動かしていきます。動きが鈍い感じだとちょっとずらしてあげていいですからね。うんうんとうなずくようにして、ちょうどこう頭蓋骨と頚椎の当たってるあたりですね。このあたりの筋肉を伸ばしていきます。はあ、伸ばしたり縮めたり動かしていきますよ。はあ、呼吸忘れずに、うん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 、はい、気持ちよくちょっと伸びてきたら今度斜めも当てたいので回していきます。右回りからくる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 渦巻き、最初ちっちゃかったとしても少しずつ少しずつちょっと大きくね、広く当てていけるといいなと思います。吸い吐いて、はー、はい、反対回りしましょう。吸って吐いて、左側に最初の小さい渦巻きからちょっとずつ大きくしていきます。あー、これだけでだいぶ癒される、ほぐれるってなりますね。はい、ではそしたら体傾けて横になります。で、今度サイドの首を今乗せてるんですけど、その乗ってるところからもう一個ちょっと乗り上げるような感覚にしましょう。で、そこから少し顔を、顎を軽く上げてあげて脱力。そうするとね、強さに言うと筋肉、この斜めに走ってる筋肉に結構当たっていきますね。ここで軽く縦に揺れます。吸って吐いて、はー、足揃えてていいです。ピタッとね、前にね向けてね、はー、おえってなりそうだったらやめてください。ちょっとずらしてくださいね。ふー、噛み締めがきつい人とかもここが張ってるのでね、その張りを緩めてほぐしていくような感覚、あまり強くグイグイ押さないで優しくほぐほぐしていきましょう。はい、そしたら手をついて少し胸を起こします。そこで今度はよいしょ、脇の下にローラーを置いてみましょうか。で、脇の下でちょっと抱えているような感じなんですけど、まずここで頭ちょんって支えてあげて一回脱力してみましょう。リラックス。これテレビ見ながらね、家でもできますから、しっかり簡単にやれるんでね、日常からやってみてください。はあ、そこから少し上半身をこのロー
かって倒していき、胸、この胸のポジション当てて、今度は手を前に持ってきて、おでこ、手の甲につけるような感じで脱力します。胸の当たってる部分気持ちいいなって感じで、そこのところをじわーっと溶かしていきながら吸って、ツールでセルフマッサージしてる感覚です。あまり動こう動こうって考えずに、肩に力がね、そうすると入っちゃうから、肩脱力していきましょう。このポイントを押したいなってところをズシーンと押していきます。呼吸をやめないで、はあ、たっぷり息を吸って、はい、そしたら頭をまた抱えてあげましょうね。そしたら上の手をまた後ろに持ち上げて、指後ろでちょっと軽く絡めるようにこうやって組んでる感じです、はい、でそこから一回内側に肘を持ってきて、そこから体胸開いてオープンしていきます。オープンしていくとき胸を天井に向けるように、体を少し回旋、全体軸を回旋していくように開いて、クローズ、足はそのまま前で合わせておいていいね。軸をひねる、クローズ、そしてオープン、ラスト、スリー、しっかり吐いて、はー、はい、OK です。さあ、それでは反対側やっていきましょう。まずは首からですね、よいしょ、乗せて、はい、で少し乗り越えて、顎軽く出して脱力。ここで軽く縦に小刻み、ちょっともうちょっとうつ伏せに近い方がいいなとか、ここ効くなとかっていうとこあったらそこ当ててください。噛み締めがきついとね、結構ここまで響いてくる感じあると思います。はい、さあ、そしたらよいしょ、乗り越えて、はい、脇の下です、よいしょ、脇の下、ここも具合がいいなってところで、で頭ちょっと乗せてあげて脱力。ふう、腰がちょっと、腰骨が、自分の上の腰骨が寄ってきて脇腹が縮んでる感じですから、少し下に押してあげといて、ちょっとあんまり背骨を屈曲、あの背骨をこう側屈させておきたくないのでね。はい、軽く微動して、肩も緩めたら、今度前に体を倒していきましょう。おでこに手を当てるような感覚で、しっかり息吸って。吐いて、はぁ、もう一回、ラスト、溶けてきたかな、ちょっと揺れてもいいですよ。はい、そしたらもう一度頭を手に乗せて、上の手を後ろに持ってきたら組みます。そこからクローズ、オープン、オープン、特に真上っていうよりちょっと後ろ見ようってくらいの気持ちでね、胸開いていきましょう。クローズ、オープン、はあ、吸い、吐いて、はい、ラストです、吸い、はあ、わあ、はい、そしたら最後の仕上げ、両方に効いてくるんですけれども、肩甲骨の一番下の方のあたりに乗せます。肩甲骨、自分でさ、なんとなくここかなって感じてください。その下にちょっと重なるようにローラーを置きます。肩甲骨の一番下のあたりに当たってるかな、ちょうど、まあ、みぞおちよりはちょっと、まあ、みぞおちの下くらいになるかな、結構ね、はい、でそこからよいしょ、頭の後ろに手を置きました。息吸いながら胸をふーん、でね、手がね、力入りやすくてキューって締めやすいの。首の後ろもリラックス、脱力したいので、開きすぎず閉じすぎずのちょうどいいかなってところを探しましょう。力
界の真ん中に、視界の真ん中じゃない、視界の端っこに肘がちょっと入ってるかな。はい、起きていきます。吐いて、はー、もう一回。起き上がる力を鍛えるエクササイズではなくて、胸をしっかり開いて背骨伸展していくエクササイズです。で、なるべく腰じゃなくしたいので、お腹はそのまま、なるべく平らなまま胸を少し反っていきます。なんで腰が反りすぎて痛いかもって思ったら、ちょっと腰に負担がかかってるので、腰安定してお腹一切変えずにそのまま乗り越えていくように胸を開いていく。ラスト1回にしましょう。ちょっとね、ローラーを自分のお尻の方に、肩甲骨でちょっと押して、お尻の方にコロコロって転がすぞーっていう感覚です。気持ちよく胸を開いて伸ばしていったら、ゆっくりと胸を起こしてきて、さあいかがでしたでしょうか。ショコラローラーを使ったリセットです。結構ね、終わった後やってみると、あら、肩が軽く回るなとか、こう、あ、なんか肩も軽いなとか、そんな感じがすると思います。猫背の解消にもつながるので、ぜひぜひやってみてください。